どうも皆さんこんにちは。文学ラジオ空飛び猫たちです。この番組はいろんな人に読んでもらいたい、いろんな人と語りたい文学作品を紹介しようコンセプトに、文学と猫が好きな二人がゆるーくトークするラジオ番組です。お相手は私小説が好きの会の大地と、羊をめぐるカフェの三重の二人でお送りします。文学のプロではない二人ですが、東京と京都をつないでお互いに好きな作品をそれぞれの視点で紹介していく番組です。番組概要欄に詳細情報を記載しているので、初めてお聞きになる方などそちらを見ていただけるとありがたいです。本日は番外編ということで作品紹介のない回になっております。で、ちょっと本編入る前にですね、2点ほど告知がございます。まず、12月末、皆さん年末年始のお休みに入ったぐらいにオンライン忘年会のようなものちょっとやってみようかなと思っております。これちょっと三重さんと今ネーミングを考えているんですけど、内容としてはこの1年の振り返りをしつつ、リスナーの方々と交流しようと思っています。で、特に人数制限は設けず、来たい人は来てねみたいな感じでやると思うので、詳細に関しては私たちの SNS とか、もしくはこの番組情報欄とか見ていただければなと思います。ちょっと詳細決まり次第お伝えしたいと思ってます。この収録の11月21日の段階ではやるということしか決めてません。で、一応企画が一つ考えてまして、抽選で一人、来年我々のラジオで紹介する本を選べる権利が付与される予定でございます。はい。若干怖いです、ね。怖いね。そうそう。めっちゃ怖いね。ちょっとそれはでも来てくれた方の、ね、特典ということで、ちょっとやってみようかなと思ってるんで、はい。そのあたりもちょっと詳細詰めてお伝えしていきたいと思ってます。ラジオでオフ会的なことをやるのって初めてなので、あ、そっか。うん、そうですかね。どうなるか。わかんないですけど。そうですね。なるべく来てほしい。なるべく来てほしい。そうですね。みえさん、あれですね、しおりができましたね。しおりが。すごく可愛らしい感じでできて。うん。これを、これから、できればいろんなところで配っていきたいなと思っています。そんなところで、告知2点でした。今回の番外編なんですけれども、何回連続ですかね。1、2、3、4回か。4回連続ですね。番外編ゲスト回になっております。で、今回はですね、テーマは文学とは何かという、ちょっと大きくかつなかなか語るのが楽しいけれども難しいテーマをちょっと選んでまして、そのためにちょっとゲストを一人お呼びしています。で、今回はですね、フッカーさんという方をお呼びしております。はい、じゃあ、フッカーさんよろしくお願いします。はい、はじめまして、フッカー副活委員長と申します。ちょっと長いので、フッカーと呼んでください。あ、フッカー副活委員長っていうのが正式名称なんだ。正式名称です。一人で委員会、一人で委員長をしております。すごい。で、ちょっとフッカーさん自己紹介をちょっと簡単にお願いしたいんですけれども、よろしいですか？はい、します。2018年5月から、東京でブックフェアという、読書会を主催しております。ちなみにブックフェアは好きな本の帯文を書いて持ち寄って発表し合う。基本的には、リアルで行っている読書会になります。私、好きな作家は伊坂幸太郎さんですね。で、中でも好きな作品は、陽気なギャングが地球を回すですね。なるほど。だいぶ、はい、コメディよりの人生が狂ってしまった。ロマンを探しに行っちゃったわけですね。そうですね。空飛び猫たちさんは、パーソナリティのお二人とオンラインイベントで知り合ったご縁もあって、いつも楽しく聞いています。ありがとうございます。番組で紹介された中で最近読んだ本は、こうしてあなたたちは時間戦争に負けるをありまして、ちょっと、SF 版野の花通信という全く伝わらない出てしまいました。三浦紫音さんがね、ちょっといいんじゃないんだよね。まさか、こうしてあなたたちは時間戦争に負ける読んでるとは。でも確かに私ちょっとツイッターで見ておって思った気がします。感想だけでおおって。いや実はその日がね、私事ながら誕生日で。あ誕生日読んだ。誕生日で初めて読んだ。ああ、すごい。本が、こうしてあなたたちは時間戦争に負けると。なるほど。時間戦争に負けて、一つとしょう。じゃあですね、なぜ今回ちょっと来てもらったかという、ちょっと経緯の方、私の方からお話ししたいと思います。そもそもですね、今回の話、文学とは何かっていうところなんですけど、もともと私がふと、ちょっと、考える瞬間があって、そのことをですね、ツイートしたんですよ。文学って何なんだろうみたいな。ちょっと考えてみたいんだけどみたいなのをツイートしたら結構反応がありまして、で、ちょっと時間経っちゃったんですけど、ちょっとその文学ってやっぱちょっと深掘りしてみたくなったんですよ。文学って何だろうっていう、そもそもこの文学とは何かという問いが結構吸引力というか、人を引きつける力がある問いなんだなっていうところがあったし、あとやっぱこう一人で考えてると、なんかループするだけで、やっぱ誰かとこう話してみると広がっていくかなと思ったので、その時リアクションをくれた方々にとりあえずちょっと連絡させていただき、ツイッターで、実はちょっとインスタでもちょっとやって、インスタでも反応くれた方いたんですけど、それはちょっと後で今置いてます。はい。何人かでちょっと集まってもらって、オンラインでちょっと話してみました。やっぱその内容ってのは結構なんていうか、自分的には刺激的だったので、ちょっとそのことを発信してみたい。また、継続して考えているので、考えが深くなってるかもしれないっていうところで、ちょっとこういう番外編取り上げたら面白いんじゃないかなと思って、今回テーマを設定してみました。で、フッカーさんはその時参加してくれた一人ということで、今回ちょっとその時の話も踏まえていきたいので、今回ゲストにお呼びしたという形になってます。ありがとうございます。いや、もうすいません。なんか、急に時スカウトして。はい。突然のオファーで、電撃移籍でございました。フッカーさんなんですけど、ちょっと具体的な話に入る前に、フッカーさんとはって話をちょっと、話してからいきたいなと思ってまして、これ実はですね、私とみえさんが初めて会った時にフッカーさんいたんですよね。いましたね。ね。はいはいはい。そうでしたね。うん、そう。あれ、ね、思い出した。うん。2020年のゴールデンウィークでしたっけあれ。前だっけ、確かそんな感じでしたね。そんな時だよね。そのくらいですね。エイアン朝活さんの、がやってくれた読書会主催者の会みたいな、読書関係のことをちょっとやろうとしてる人みたいな、コロナになっちゃってどうしようみたいな、オンライン会があって、参加してみて、で、その時にブレイクアウトルームっていうのが今、ブレイクアウトルームで、パってランダムに分けられた時に、この3人が、もうこの3人しかいなかったんですけど、3人がなって、あの時何を話したか全く覚えてないんですけど。いや、何も覚えてないです。本当に。俺もその時まだみえさんをその時初めて認識した時で、フッカーさんのことは、なんか存在は、あれ、初めて話したのはあの時じゃないかもしれないですけど、存在自体は知ってて初めて話したのはあの時でしたっけ？いや、あの時疑惑ありますね。そっか。何回かオンラインで会ってる。合ってないのかな、わかんない。それこそ全体では合ってるけど、その後はブレイクアウトルームに分けられて、確かに。個別で話したことないっすもんね。そうですね。だったんで、っていう空気でちょっと話したけど、誰も何を話したか覚えていないっていう。お二人はなんかリアルでは会ったことあるんですか？いや、ないですね。ないですね。お話はいろんなとこで私は実は聞いてますが、フッカーさんの話は。こちらこそ。あとやっぱりなんか、私がやっぱり読書会行ったりしたところでは、フッカーさんの話とか出たりしてました、やっぱり。初めて聞きました。本当になんか、エイヤンさんなんですけど。エイヤンさん行った時に、なんか、とにかくフッカーさんがイケメンだって話で、女子が盛り上がって、どういう本を紹介したって話よりも、フッカーさんがイケメンだっていう話で、こう、バーって話したから、多分その場にいたフッカーさん知らない人は、ただイケメンだっていう印象しか残らない。のハードルが爆上がり。ですよね。で、私のフッカーさんの印象は、なんか、結構いじられやすそうな人だなって思ってます。その、件も含めて。そうですね。間違いないですね。なんか持ってますよね、きっと。こう、いじってくれオーラを持ってますよね。おそらく。そうですね。日本一いじられる読書会主催者。十分にあります。その称号すごいな。みえさんどうですか？多分、私と一緒で、オンラインであったり、ツイッター上での、このなんか、見聞きぐらいだと思うんですけど。何度かオンラインでは、そうですね、お会いしたことがあるっていうくらいで、ツイッターもフッカーさんの見ていて思うのはすごいペースで本の投稿されていて、その読了ツイートっていうんですかね、読んだ本の投稿なんかほぼ毎日上げてるような印象ですね。一体いつ読んでるんだろうってすごく気になってます。出勤前というか、朝起きて読んでる、一人朝読書寝るんで読まないと落ち着かないっていう。ルーティンなわけですね。ルーティンですね。でも、本読んでも、その後、例えば猫たちを聞くと、ちょっと深く読まなきゃなって。いや。もう超浅いからな、俺たちね。そう。何を言われたら本当ですね。そんなところで、フッカーさんの人となりを、ちょっと、この会話の中で、感じてもらえたらなと思います。まとめると、イケメンですごいペースで本を読んでる人っていうことですね。めっちゃかっこいい。かっこいい。すごい。じゃあ、今回はこの3人で文学とは何かという話をちょっとしていきたいと思います。で、前半はその話、まあ、これが結構ボリューム出ると思うんですけど、その話をした後に、後半というか、まあ、短くなるかもしれないですけど、参加しやすい読書会っていう話もしてみたいなと思ってますので、お楽しみにしていただければと思います。じゃあ、まず、で、今回の、メインテーマの文学とは何かなんですが、これは我々、ミンさんと私も文学のプロではありませんし、まあ、フッカーさんも文学のプロではないと、もしかしたらプロかもしれないけれども、プロではないと思っておりますので、まあ、今回はですね、ほんと本好きの3人が考えてみた文学とは何かということだけであって、もちろんこれが何か正解というわけでもないし、立場的には聞いてもらっているリスナーさんとそう変わらないと思っているので、まあ、私たちはこの話し合いを通して、まあ、思考の過程なんかを通して、みんなで楽しんでもらえたらなと思っています。で、皆さんも文学とは何だろうっていうのをちょっと考えてみるきっかけになればいいなと思っております。まずですね、それぞれちょっと考える文学とは何かっていうのを、この段階でちょっと発表していってみようかなと思いますので、私の方から。私ですね、ざっくり言いますと、文学っていうのは、言葉に出されているけれども、まあ、言語化されてはいるけれども、その言語されたままのものじゃなくて、そこから読んだ人が、こう、受け手が新しいイメージとか、もしくはその、まあ、書き手がこういうイメージを持ってもらいたいっていうところに誘導させるようなものだったなのかなと思ってまして、まあ、ちょっと具体的な例かなと思うので、出させてもらうと、例えば怒りを表現するときに、もちろん A は怒ったっていうことを言っても、怒りを感じるってことは伝えられると思うんですけれども、まあ、例えば A は握り拳を作り振らせたみたいな形で表現しても、読み手は、あ、A は怒ってるんだなっていうことが伝わるかもしれないなと思ってます。で、これそれはもちろん文脈によるんですけど、後者の方が自分のなんか文学的な要素を感じるなと思ってまして、まあ、すごく単純な例なんですけど、でも文学作品と呼ばれるものを読んでると、やっぱこういうのに出会うかな。ここで言われてる言葉を受け取った時に自分の中で広がるものが別である。その言葉そのものではないものが広がっていくっていうことができるのは文学なんじゃないかなと思っています。で、ちょっとこの考えに至る後の時にちょっと参考になったというか、はっと思ったのがですね、東京大学東アジア芸文書院というところが出して、まあ東大なのかなだと思うんですけどですね、私たちはどのような世界を想像するべきかっていう、まあこの東京大学教養のフロンティア講義っていう、多分東大でなんかこういう講義があったのをまとめてる中の一個に、AI 時代の先生力と、あ、これね、潜るに勢いって書いて先生だと思うんですけど、先生力と文学っていう、章があって、そこに文学の定義みたいなのがちょっと書いてあって、ちょっと少しだけ読ませてもらうと、文学は言葉と現実の関係を一旦切断して、言葉の意味、作用、それ自体を露頭させることによって、言葉が決してコミュニケーションという目的の単なる手段に還元できないものということを我々に示唆するものです。これめっちゃ難しい言い方だなと思って。で、まあ言い換えればって書いてくれてて、文学に我々が見出すのは、書かれた言葉そのものではなく、言葉が意味しているその事実と、その事実がテキストに表彰されているということの両方だということです。まあ、これを自分は言葉通りのものじゃなくて、言葉が書かれたものを超えて迫ってくるものなのかなっていうちょっと捉え方を自分なりに解釈してちょっと深めたのが、今、さっき話したような内容になっております。ちょっと長くなっちゃいましたけど、私は、ちょっとここをスタートにしたいと思います。はい。じゃあ、三重さんどうでしょう？そうですね。もうかなり個人的な話にはなるんですけども、大学生の時に読んだ小説でアレクサンドリア・シジューソというロレンス・ダレルという作家が書いた、初めて読んだ時にすごく衝撃を受けて、それまでの読んできた小説、まあそれまでは結構エンタメ作品が多かったり、まあ中には純文学も読んではいたんですけども、アレクサンドリア・シジューソ何が驚いたっていうのかな、文章がすごく美しくて、すごく詩的な表現がもうバンバン使われていて、比喩表現とかですね、すごくもうこんなにうまく物事を書けるんだっていうのをびっくりで、小説なんですけど、どこを切り取っても詩として成り立つんじゃないかと思わせるような、なんかそこで、その当時は、これこそが文学だとかっていうのはもちろん思わなかったんですけど、ただ後々になって振り返ってみると、アレクサンドリア・シジューソを読んでから自分の中で小説に求めるものっていうのがちょっとずつ変わってきたんじゃないかなと。何かその、まあ、文章を味わえるっていう、そういう小説を好むようになりましたし、海外の文学作品も好きになっていったっていうのもありますし、でもちろん、まあ、文章だけではなくて、まあ、読んでいく中で、まあ、物語の部分であったり、そういったところにもハマったっていうのはあるんですけども、何かそのアレクサンドリア・シジューソっていう、本当に、まあ、その一つの都市を、アレクサンドリアという都市を描いてる作品なんですけど、なんか本当に言葉だけでこんなにも魅力的なものが作り出させるんだっていうので、まあ、そこで衝撃を受けて、で僕の中ではなんか文学というとこのイメージですね、うん、すごく、まあ、美しいものっていうか、もう本当に自分が見とれるような体験があって、で、さっき、大地さんが言っていたような、まあ、言語化されていて、まあ、読んだ人に想起させられるイメージっていうんですかね。なんかそういったものっていうのが、アレクサンドリアシリーズを読んだ時に、僕もすごく感じたんじゃないかなっていうのは思いました。なるほど。ちょっと、後でまた膨らませたいと思いますが、今、三重さんからするとやっぱその表現っていうのが結構重要な、あれなんですね。キーなんですね、きっと。うん、そうですね。うん流れであれですが、ふっかさんのお願いしていいですか？私は文学は読み手があって完成するものだと思います。どういうことかっていうと、まあ、文学は読まれることで始まって、読まれないと始まらないし、終わらないっていうんですけど、例えばノンフィクションで言うと、まあ、ジャーナリズムに近くて、まあ、記録しておくことにこう価値があるし、例えばマニュアルとか、調査報告書とかそういうのを考えると、まあ、正しく伝わらないと意味がない。一方で文学っていうのは、まあ、読む人によって想起する世界が違っていいし、書き手も嘘をついていい。生まれた数だけ、まあ、物語が展開していくということで、作品と人によってこう無限の組み合わせがこうあり得るものだと思うので、そういうこう余白があるのが文学なんじゃないかなと思います。なるほど。じゃあ今の話を止めると、なんかこの読み手があって完成するって話は結構納得感があるというか、なんか受け手の問題、なんだろうな、受け手の問題って言っちゃうとなんか乱暴すぎるんだけど、表現する人がいて、やっぱ届くところがあって完成ってことですよね。そうですね。うん。だから本当にでも、面白いと思いました。なんか読む人によって何を文学的と思うかっていうのが、やっぱり違ってくると、思いますし、まあ文学っていうところに定義しなくても、なんかその小説を読んで、なんかこれを小説と思うか、いやこんなのは小説じゃないって思うかっていうのもによって違うし、そういったところで本当書き手が意図しないところで、なんか読み手があって完成する考え方がすごく面白いなと思いましたし、なんかこういうのは小説だけじゃなくて詩とかもそうかなと思います。そうですね。なんか書き手の方がプロの小説家の方とかがどう思うかはちょっとわからないんですけど。いろんな文章がある中でも文学っていうのは書き手と読み手の共同作業の側面もあるのかなっていう、特に物語的な特徴が強いものなと思います。確かに。でも読み手があって完成するとすごく面白いと思う。ふっかさんどうしてこういう、まあ、考えを持つようになったんですか？そうですね。日々読書会とかでいろんな方の感想を聞いてみると、なんか自分にとってはこういう物語だったとか、あと読む側の経験とか、いつどこで読むのかによっても全然印象が変わってきますし、そういうのをいろいろ聞いてるうちに、小説って同じものを読んでいるようでも同じじゃないんだなと考えることが多かったなと思って。読んだ人の数だけ多分解釈の違いがあって、まあそれによって、まあ世界が広がっていくっていう感覚は、なんていうんですか、文学なんだろうなと思って、多分同じ芸術でも、例えば絵とかだと、いやもちろん捉え方はいろいろあると思うんだけれども、なんかぶっ飛んでても、なんだろう、絵って許されるじゃないですか、きっと。文学はぶっ飛びすぎてたら、誰も受け取らないんだろうな、とか、ちょっと今、話を聞いてて、思いました。なんか、伝わるかどうかわかんないんだけど、この感じが。なんだろうな。コミュニケーションとして繊細っていうことはあるのかもしれないですね。例えば、ものすごく意図を、表現者がすっごい意図してるけれども、その意図が全くわからない形で、すごいわかりにくい形で、表現されてしまったものが、まあ、表現されたものがあったとして、それって読んだ時に何の価値も感じないっていう人がすごい多かったとしたら、結構それはやっぱ芸術作品としても難しいんじゃないかなと思うんですけど、絵って多分、結構そこ関係なく、なんだろうな、表現しても受け入れられるというか、なんというか、芸術として成り立ってしまうところがあるんだろうなと、ちょっと思ったりしました。ちょっと本質から今ずれましたが。はい。でちょっと、今、それぞれ話して、まあちょっと議論するところもありますが、やっぱり文学って、まあこの3人でも結構捉え方が違うし、なかなかやっぱり、ストレートな、問いだなと、今回思ってます。で、ちょっとこの後、まあ、オンラインで話した内容も踏まえて、ちょっといくつか話していきたいなと思っていることがあって、まず1点目が、純文学とはエンタメと違うのかっっていうちょっと話をしてみたいなと思っていて、よくエンタメ作品とか文学作品って言われ方をすると思って、たまにエンタメ文学作品とかちょっとこうどう捉えていいのかわかんないものも来たりする時あるんですけど、まあ文学とエンタメっていうのは割となんていうんですかね、まあ領域が違うように扱われたりすることが多いのかなと思ってます。で、ここは一体なんか境界があるのかないのかとかちょっと話をしてみたいなと思うんですけれども、ちなみにオンラインでどなたかが話したか忘れちゃった、この二人だったらあれだったんですけど、なんかエンタメは伝達手段みたいな、なんだっけ、情報伝達してくるのがエンタメみたいなちょっと話して、ちょっとそれ面白いなってすごい思った記憶があります。誰にでもわかるように書かれてるみたいな。ああ、フッカーさんが言われた。あ、だっけ？そうです。あ、じゃあちょっとその話聞いてもいいですか？やっぱりエンタメは、こう、設定とか、まあ、筋書きがすごいしっかりしてて、まさに骨格がちゃんとある。骨組みがあって、肉がついてて。純文学は割とこう、実態はあるのかないのかわからない、漂ってるような。印象がありますし、こう、設定とか年代もいい意味でぼやけているがありますね。エンタメは分かるからこそ、楽しまれて、娯楽ができます。純文学はそういうものがしっかりしなくても、文章の技巧でうならせるとか、心を動かすとかあるんじゃないかなと。確かに。その話でいくと、文学、なんか解釈の幅のっていうとなんか、なんて言ったのかな、ちょっと単純な話になっちゃうんですけど、やっぱ解釈の幅がすごくあるのが文学。人によって捉え方が全く変わってくる可能性を秘めているのが文学。で、エンタメはきっと、まあ、幅はあるのかもしれないですけど、基本的にはその一つの、なんだろうな、捉え方っていうのができるようになっている作品なのかなって今ちょっと話を聞きながらちょっと思いましたね。今なんか、その大地さんの話を聞いてと思ったんですけど、日本に純文学ミステリーってありますか？純文学ミステリー？純文学ミステリー？純文学ミステリー？ないですか？ミステリーの定義によるんだろうな、きっと。そうです。ミステリーは、ある程度こう、謎があったりとか、犯人が分かったりとか、登場人物のキャラクターで楽しんだりとかあるんで、エンタメ。なるほど。純文学でミステリーをやろうとすると、なんかこう、そこからずれていくかなっていう印象は。でも今ちょっと思ったんですけど、中村文則とかミステリーっぽい要素もあるけど、純文学ですね、間違いなく。なんか謎解き要素がある。謎解き要素っていうか、まあ謎が出てきたりとかすることもあるし、それこそ村上春樹とかもさ、なんか作品によってはミステリーっぽいやつあるよね。あると思いますね。でも、じゃあミステリーが一流かってなってくると、また話が違ってくるかなとは。だから、純文学でミステリーの作品って、まあ、あるとは思うんですけど、どっちも本当に一流でっていうところで、なんかそういう作品は果たしてあるんだろうかっていうのは確かに思ったりしますかね。そうなんですよ。だから一概にミステリーだから、なんだろう、エンタメなのか、純文学なのかっていうのはちょっともしかしたら違うのかなって今、投げかけられて思いましたね。エンターテイメントを楽しませてくれる、興奮させてくれるっていうのがやっぱエンタメなのかな。でもそれを言うと、多分、これ文学でも全然興奮するしな。すごい真面目に読まなきゃいけないまでや、純文学。全然、純文学で、すげえ興奮してるしな。この表現すごい、美しいみたいな。確かに中村文則さんを冷静に読むのは無理ですね。ああ、そうですね。やっぱなんかあれ、えぐられるし。エンタメって、なんかこう、状態ですもんね。状態っていうか。純文学が形態、エンタメな状態だから。みえさんなんかどう思います？この純文学とエンタメって。一般出版されている本ってやっぱりなんか読まれないと出版されないのかなとは思うので、そういったとこでは純文学のカテゴリーになっていても、面白さを備えている本っていうのが多いのかなって思いますし、実際に自分が読んでる本のほとんどもやっぱり面白い小説が多いんですね。そのストーリー的にであったり、書き方であったりとかで。そうですよね。だからそういったところでは、とはいえ、じゃあ明らかなエンタメ小説はやっぱり狙いがあって書かれているなとは思うんですよね。やっぱり起承転結というか、読んでそこでなんかスカッとするとか。か、感動するとか、それに対してやっぱり純文学って、さっきから話があったみたいに、なんか受け手、読み手がどう感じるかとかっていう読み手によって解釈の幅がすごくあるっていうところが、そうですよね。やっぱりなんかそこに、そこかなっていう思っちゃいますね。確かこれ意外とあれです。この切り口で、なかなかこう見つからないものだなっていうのがちょっとわかりましたね。なんかこの前のズームのオンラインのイベントでも話したんですけど、この最終飛行っていう佐藤健一さんが書いた小説で、サンテクジブリの話を描いた小説だったんですけど、その中で人間の土地っていうサンテクジブリの超名作ですね。飛行士としての生活を描いた作品が、フランスではアカデミー・フランセーズの小説大賞を受賞したのに対して、アメリカではナショナルブックアワード、年間最優秀出版のノンフィクション部門を賞したんです。で、この小説とノンフィクション両方として評価されている国によって読まれ方が違ったっていうことに、結構個人的には衝撃を受けて、小説かノンフィクションかどうか、ノンフィクションってある意味エンタメでもあると感動したとか、それで純文学が小説に置き換えると、なんかこう、日本でどうして境界ができてしまったんだろうっていうのは。見えてきたものとしては、エンタメって言われてるけれど、やっぱり、意外とこの境界みたいなものは、あんまりないわけじゃないと思うんだけど、すごくグラデーションなんでしょうね。ここは。この作品は完全に純文学に寄っちゃってるけど、この作品は純文学とエンタメのどっちの要素を持っててみたいなことはあるのかもね、とちょっと思いました。という感じで、この、なんとなく明確に分かれられないっていう答えになっちゃったけど。そうですよね。どうでしょうか。謎は深まるばかり。そうですね。僕と大地さんが、好きな本って、だいたい純文学要素のある、エンタメ性もある、もうなんか両方の水準が高いものを好むっていう傾向が確かにありますよね。そうだね。紹介してる本とか、なんかどっちも持ち合わせてるのが多いですよね。だからレイモンド・チャンドラとかそうだもんね。わかりやすいところで言うと。エンタメだけど、もうロンググッドバイでももうめちゃめちゃ文学的なところもあるじゃないですか。で、ストーナーもそうだと思いますし。これでエンタメ性が薄い、完全、ほんと純文学みたいな小説だったら、ちょっとね、なんかお互い苦労しそうだなって確かに感じるんですよね。じゃあちょっとこの話と付随するかもしれないなと思って、で、ちょっと自分の方から追いかけをちょっとしたいのが、文学作品って分かりにくいものなのかっていう話をちょっとしたくて、なんていうんですかね、多分文学作品、純文学作品って言うと、割と一般的になんかちょっと難しいんじゃないですか、それみたいな。難しいイメージを持たれやすいな、というのは思っているので、ちょっとこの話をしてみたいなと思うんですけど、でもこれは、なんていうか、そんなに自分は悩まずに、言えるんだけど、わかりにくいものもあれば、わかりやすいものもあるし、みたいな感じなんですけど、これはエンタメともちょっと話がつながるかなと思うんですけど、わかりやすいのをエンタメとして捉える方もあるのかな、みたいな。どうですか、お二人この辺。純文学って独特のリズムがある場合が多いので、それと自分の読むリズムが合わないと、なんか読みにくいって感じるんじゃないかなと思うので、やっぱり純っていうだけあって、なんかこう、書き手の純粋な、書くリズムが現れているので、その相性っていうのがとてもあるんじゃないかなと思います。ああ、なるほど。分量としては、エンタメ小説よりもだいぶ短いものが多くても、なかなか不思議と読み進められないっていう感覚を持ってしまうと、あれ難しい。確かに読むのに時間がかかるけど読みにくいとかって思います。でも、進まない。おっしゃることはちょっとわかります。で、なんか、独特のリズムっていう解釈の仕方が、ちょっと、自分のそれに対してはちょっと意見を言わせてもらうと、私、さっきもちょっと話してたんですけど、中村文則すごい好きなんですよ。全部作品読んでて。で、おそらく今一番好きな作家誰って中村文則って言うと思います。で、リズムとまた違うんですけど、やっぱり、ある種の純文学というジャンルにカテゴリーされる作家の方々が共通してるなって思うことは、作品をいくつ出しても、なんか、根幹のテーマが変わらないみたいなイメージがあるんですね。例えば、分かりやすいところで言うと、カズオ・イシグロみたいな。で、中村文もそうだなと思て、あ、で、なんかちょっと中村文則はちょっとこう一言でこういうテーマかみたいなちょっと言えないんですけど、全部読んでる割には言えないんですけど、数え茂とかは割とアイデンティティの話が多いなと思ってて、自分とは何かっていうところに結構着目したあって、で多分それがフッカーさんの今おっしゃった独特のリズムっていうのを作ってるのかもしれないなと思いました。だそれにそのテーマに自分の何かが合ってないとやっぱりハマれないものなんじゃないかな。エンタメの名手と呼ばれる人たちは、いろんな素材、職業とか、国とか、文化的なものをこ うまく料理して、見やすいようにしてるっていうことですよね。対応して。そう。純文学ですね。なんか、なんていうのかな。芯が変わらない。どんどん、作品ごとに深まっていって感じがある。中村文則って本当そうで、毎回毎回前作を超えてくる感じがあるんですよね。だからもうすぐハマっちゃって。中村文則さんは何作かしか見ないんですけど、なんか悪っていうイメージがありますね。悪というか、まあ、多分人が持ってる本質ってなんだみたいなところを掘ってってると思うんですよ。その欲望っていう意味でもそうだし、悪意っていう意味でもそうだし、でも逆に善でありたいみたいな気持ちも掘ってくるし、何かを大切にしたいっていう気持ちとかも掘ってってるし、それが毎回毎回こう、なんだろうな、角度が違うように見えて同じとこ掘ってんなみたいな感覚を自分は受けて、で、それによって明らかに前作よりもまた深まったなみたいな感覚を毎回毎回思うから、すごい作家だなって本当に思ってるんですけど、それ、でも多分そういうことなのかもなってちょっと思いますね。で、ちょっと話を元に戻すと、分かりにくいものかどうかってところなんですけど、三重さんどうですか？でも、大地さん、深川さん言われた話は確かにそうだなって思いましたし、で、もう一つですね、これちょっと僕の意見ではないんですけど、今日、この収録の前に、カフェをしていて、そこで、お客さんで来ている人と一緒に、ちょっと文学とは何かみたいな話をしてたんですね。で、そのお客さんが、ね、すごい、読書家の方で、文学って判断を遅らせる能力を養うっていう、そういうものじゃないかっていう話をしてくれてですね、で、判断を遅らせることがどういうとかっていうと、今の世の中ってどっちかというと答えを早く出した方がいいっていう、そういう傾向にあるんじゃないかなと。もう本当にそことはもう逆行してるんですけど、そういう文学作品を読むと答えのない話とか、わけのわからない話っていうのを滝のように浴びると。で、そうなると自分の中で答えを出そうとしなくなったんですね。で、何かに直面した時に、それを判断しない、ジャッジしないと。で、代わりに観察するっていう。そうですね。これなんか村上春樹さんもその小説家っていうのはそういう観察することだっていうのを言っていたと思うんですけども。で、要はそれは生きる力っていうのにも繋がっていくんじゃないかと思うんですけど、何かその物事を単純化しないとか、もうすぐに起きた出来事に対してこれはいいことだ、悪いことだとかっていうのを決めるんじゃなくて、そういう判断しないで観察するようになって、答えを出そうとしないと。で、そういうのを、養ってくれるっていうところで、文学作品ってもう分かりにくいとか難しいとかっていうのは、もうそれはその通りなのかなと。むしろでもそれを読んでいくことが、生きていく上で大事なんじゃないかと。そんな話をしていて、これはでも、なんかこのテーマのところと重なってくるかなと思いましたね。確かに。判断を遅らせるものってなんか視点が素敵ですね。そうですね。でも確かにそうだなと思いますね。ちょうど今、読んでいる本が、ちょっと難民を扱っている小説なんですけど、なんか、じゃあ、その難民に対して、ニュースでいろいろ取り上げられたりするんですけど、なんかそこに対する感情っていうのも、なんかそれを第一報で知った時の感情と、ちょっと立ち止まって、じゃあその難民の人たちってどういう経緯があってその国に、来たんだろうかっていう、ちょっとその、想像力を膨らまして考えた時に出てくる感情ってまた違うかなと思うので、それはもうどういう物事にも同じことが言えるかなと思うので、なんかこの答えをすぐ出す、なんだろう、これなんだろうな、日本だけじゃないのかな、わかんないけどね。なんかでも日本に住んでるか、今の自分が接してるこのなんだろう、世間って言っていいのかわかんないけどは、確かにハックしようとしてるよね、このそうですね。とは逆行するものかもしれないですね。私もみえさんの話を聞いていて、以前こうバーで純文学が大好きな方と話したことがあったのは、その経験したことはないけどなんか身に覚えがあるなっていうことがどんどん増えていく、引き出しが増えていくから、そういうそれがなんか純文学とか文学を読む醍醐味だっていう話をしてて、確かになーっていう。実際の経験ではないから具体的ではないですけど、こう何か未知のことに遭遇した時に何かを身に覚えがあるっていうことが増えていくっていうのはあるのかなと思って。なるほど。確かに。それはでも本当本を読んでるとそうですよね。引き出しは増えていく感覚はありますね。じゃあちょっと結構もう話してきてるんで、ちょっと次に行きたいと思っているんですが、ちょっとですね、ここで、まあ、もうこのちょっと文学とは何かっていうのを最終的に3人がそれぞれちょっと意見を言ってみようかなと思ってるんですけど、その前にそのオンラインで出てきた時にどんな意見が出たのかっていうのを少しだけご紹介させていただきたいなと思います。で、一つちょっとこれ語ってもよかったかなと思ってるぐらいなんですけど、AI に文学は作れるのかっていうちょっと話題が出ました。で、これ私の個人的な考えですけど、おそらく AI には作れない、今の AI には作れないんじゃないかなと思ってます。で、これは多分 AI が感情というものを持つことができたら作れるのかな、ちょっと私はなんとなく思ってます。あとなんか事実だけ貫いていっても文学になり得るという話も出て、これすごい面白かったなと思って。余白があって、読み手が想像することができると。領地史なんかそうなんじゃないかっていう話があったりしました。で、こんな感じの意見が出たオンラインの回だったんですけど、なかなか私は個人的に自分が呼びかけてやってみた身ではあったんで、当たり前なんですけど、めちゃめちゃ面白かったです。で、お二人はどうだったかなと、ちょっと、そのあたり聞いてみてもいいですか？そうですね。僕は、面白かったですね。やっぱり自分で思っていることがして、で、その後、周りの人からいろんな意見があって、これオンラインならではかもしれないですけど、結構考える時間がたくさん取れたんで、なんか改めてじゃあ他の人の話聞いて、じゃあ自分の意見って、なんか文章とは何かみたいな話してたけど、でももうちょっと他にも要素あるのかなとか、そういう文学ってなんだろうって結構じっくり考えれて、なんかアウトプットするだけじゃなくて、そういう考える時間も持てたっていうところで、なんか良かったなと思いましたね。なんかオンラインでやって良かったなって思いました。なんかオンラインぐらいのこの距離感がこのテーマを使うには結構ちょうどいい関係だったなってちょっと私は終わった時思いましたね。深川さんどうですか？はい、私ももっとなんかこう、文学とは何かっていう壮大なテーマなんで、硬い話になる思ったんですけど、熱さはありつつ、こう、和気あいあいとした雰囲気で、先ほど大地さんが言ったようなオンラインの距離感っていうのも良かったのかもしれないんですけど、こう前に発言した人の言うことをこう、うまく咀嚼して、消化しながら活かして、こう、自分のまた新しい、こう、解釈を作っていくっていう体験ができたんで、すごい楽しかったなと。なんか、あれですね、やっぱり、なんか沈黙がそんなになんか怖くなかったっていうか、なんか、結構あれもなかなか不思議な体験で、みんな考えてくれてんな、みたいな瞬間があって、なんかすごく良かったですね。そうですね。むしろ、なんか沈黙が基本みたいなところがあったと思うんですよね。考える時間みたいな。なんかそんなね、そう、なんかそんな、ポンポンね、次から次に発言できるわけもないというか。殴り合いの見解みたいなこう議論にならなかった。俺の文学論披露みたいな。本当ですね。そうですね。じゃなかったから、すごく良かったな。またちょっとやってみたいなとは思いましたね。やっぱりいろんな人の文学について何かって聞くと、だいぶいろんなものが自分の中で出てくるなと思ったんですけど。ただ、だいぶ体力使ったんで、あの回は。なかなかこまめにできる回ではないなと思いましたね。そんな感じの回をやったっていうちょっと報告になっちゃいましたけどですね。で、最後に我々さんに今日また話してみて、この文学とは何かと自分の中で変わったものがあったらちょっと話していきたいなとは思っています。で、まず私の方から言わせてもらうと、基本的にはやっぱり変わってるの中で考え方、捉え方っていうのは、全然自分の中でこう明確に何か文学とは何かっていう定義ができてなくて、結構ふわっとさせてしまっているっていう状況も変わんないし、自分が、このあたりが書くだろうなみたいなものもあんま変わってないんですね。やっぱ言語化されてるけれども、それを超えて届くものがあるっていうものが文学なんだなみたいな変わってないんですけど、今日もそのオンラインの時のも踏まえてなんですけど、こうやって話してると、そこに対してこう肉付けがされたりとか、逆にやっぱ明確にやっぱこれはちょっと違うのかなみたいな、こうなんか消去法じゃないけどみたいなもうちょっと確認ができて、なんとなく自分の中でぼやっとした子は余計ぼやっとなったし、なんか切り取られてるとこはまあ、ちゃんと切り取られてるな、みたいな感覚に今日なりました。また、多分このテーマで話すと、自分はいろんなこと感じるんだろうなと思って、今、おります。じゃあ、イネスさん、お願いしますか。そうですね。前に、オンラインでトークし合ったときは、文学って、人間味があるものじゃないかというのを、まあ、皆さんの話を聞いて思ったりしたんです。で、まあ、今日話していて、なんかその、人間味があるものっていうところは、やっぱり文学作品では、になるには必要なものかなとは思っていて、じゃあその、人って何だろうっていうところを考えさせられるのが、なんか文学じゃないかなっていうと思ったりしましたね。よくよく考えるとか最初に話したアレクサンドリア四重奏という本も本当にもう未知の都市であったりまあ、民族、まあ、人であったりというよくわからない人たちがもうたくさん出ていたんですけども、でもそこなんかそうしたものに出会えたしきれたっていうのが良かったなって思いましたし、なんでこうそんなに何か考え方変わったとかっていうわけではないんですけども、やっぱりその人っていうところに行き着いたっていうのが最後に思いました。お母さんお願いします。はい。先ほどみえさんが、感動させる力っていう話があったんですけど、文学で感動することって、なんか心のワクチンみたいなものになりうるなって思いました。で、言葉って人を感動させる一方で、傷つけるものでもあるんですよね。でその核になるのが、比喩っていうので、比喩表現のない文学ってないと思うんですよ。多分、おそらく。で、比喩って、いろんなことを想像をこうさせて、心を動かす一方で、なんかこう、人の攻撃性とか、煽ったりとか、絶望的な気持ちになるっていうことも、なんかあり得るんで、そういうことが、文学がもたらす感動を通して、なんかそれに対して、言葉の、ウイルスに対して強くなる効果っていうのがあるのかなっていうのは感じました。文学がワクチンみたいなものっていうのは、なんかいいですね。確かになんか、より何かを多くのことを知ってれば、まあ、あることだけじゃ傷つかなくなるってことですよね。っていう理解でいいかな。引き出しを増やすっていうのも、なんか通じるものがあるのかもしれない。ありがとうございます。まあ、今回話してみて、やっぱなかなか文学とは何かっていうのを、ちょっと、すごいストレートかつ、深遠なテーマだなと思ったので、まあ、また何かの機会にね、ちょっと、いろんな人と話してみたいなと思うので、またちょっとオンラインでやってみてもいいかなと思ってますので、リスナーの方でぜひ話したいっていう方がいたら、これちょっとなかなかなんか回数重ねられないですけど参加してもらえたらなと思ってますので、よろしくお願いします。じゃあ、もう一個、後半といっても、あまり、だいぶ今、文学とは何かが長くなってきてはいるんで、ちょっとミニマムなテーマになるんですけど、参加しやすい読書会とは、ということでちょっと話してみたいと思います。これちょっとフッカーさんからの、テーマでもあるんで、ちょっとこの辺を話してもらっていいですか？はい、そうですね。先日、某新聞のアンケート調査を見ていましたところ、全体的にこう、読書会っていうものを知ってるけど参加したことがない。でも、参加したいと思っているっていう方が3割ぐらいいらっしゃいまして、それを見て、これに参加したことがある方が 15% なので、2倍いるので、これはなんかもっと一主催者として、しやすい雰囲気というか作っていきたいなって思ったので、では、参加しやすい読書会とは一体何なんだろう？なるほど。考えてみたいなと思って、ちょうど、読書会も主催されているお二人と一緒に考えていきたいなと思いました。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。まあちょっとこの話を聞いたときにパッと思ったのは、なぜこの参加してみたいの、しないのか、まあ苦手意識があるのかどうかみたいなところもあると思うんですけど、ここがなんだろうな、単純に経験したことないだけっていうことだけではあるとは思うんですけど、まあ、確かにね、苦手、そうですね、参加しない理由が苦手意識があるからなのかっていうところは確かに気になりますね。僕も、もともと読書会、興味あるけど参加したことなかったっていう時期がすごい長かったんですけども、その時の理由の一つが、スケジュールが合わないっていうのが一つと、あとは、なんか自分の好きな本を扱っているテーマとか、そういう主催が少なくて、なおかつスケジュールが合わないですね。そうですね。なるほど。だからその、みえさん的には自分が行ってみたいと思える読書会自体が少なかったんですよね。そうです、そうです。まあ、それ辺はね、ちょっと、京都っていうところで、まあ、なおかつ、コロナ前なんで、もう、対面でっていう形でしか考えてなかったんですけども。苦手意識があると、なんか苦手意識をこう上げる情報ばっかり集めちゃうんですけど、うん、よりネガティブになっていくってことですね。そうですね。うん、なんかこう、うん、私で言うと読書会って絶対課題本があるものなんで、うん、ああなるほど。そういう情報ばっかり集めて、けどでも課題本がない読書会、うん、紹介する、うん、好きな本を紹介する読書会があるって知ってから参加するまでは早かったです。ああなるほど、うんうん。確かにそうそう、僕もそうですね。本当課題本の読書会しかないって思ってましたし、まあ、今でこそそうです。本当に前提知識ゼロとかでも参加できる読書会とか、まあ、いろんな形式の読書会があるんで、なんか好きなの選べるっていうのはあるんですけど、アンケートを取ったわけではないんですけど、小説が好きな人はなんかビジネス書を読んでないといけないっていうイメージを持って、ビジネス書が好きな人は小説ばっかりが好きな人ばっかりの空間だからちょっと自分はって思う。そういうこう思い込みがしやすいのかな。なんかそれよりはどっちかっていうと初めての人に会うのが怖いっていう気持ちの方が強いんじゃないかな。うんうん、それもありますね。そう、そもそもまあオフ会的な立ち位置だと思うんで、オフ会っていうか、うん、恩がどこなんだって話だけど、うん、初めましての人に会うのがやっぱり怖いからかな。うんうん、あとやっぱりまあ、自分がやってる読書会でもまあ出ちゃってたなって思って。結構反省することが多いのは、やっぱり身内感があるのね、やっぱりその会に何回も来てる人ともう関係もできてるから、そこに入りづらいっていうのもやっぱあるんだろうなってちょっと思ったりしますね。でも、実際その人もね、なんだろう、来ると全然そんなことはなくなってくるはずなんで、最初だけなんですけどね。だからなんか、ちょっとすごい乱暴な言い方をすると、読書会参加してみたいっていう人が、とにかくなんか一個行ってみてもいいかな。感じはけれども、自分で言うのもなんなんですけど、主催者と面識があるっていうのが大事だった、それだけで安心すると思う。そうですね。確かに。何かしらどっかにこう、主催者の方も、出没してるかもしれない。これ話を聞いてて、つながりで面白そうだったら行くっていう。なんかこれは逆にちょっとハードルを上げちゃうから、あんまり、話さない方がいいかなと思いつつも、でも非常に重要なことなんで、話すと、読書会ってやっぱ最初に行った読書会って結構原体験になりがちなので、なんか最初に行った読書会が、ちょっと自分と合わないと思っても、探していくと、自分に合う読書会が見つかるかなって思いますね。これはなんか、一回行って心が折れちゃった人に向けてちょっと言いたい言葉なんですけど。確かに確かに。なんか相性って絶対、ありますよね。自分も、なんか、割と読書会やる前に、何個か読書会行った時に、めっちゃマウント取られて、おっさんに。もうすっげえ嫌な思いして、で、自分は、読書会の時は、そういう人が来てもらいたくないなと思ったから、20代、30代限定っていう。くくりを作ったりとかして。なんか、これもね、なんていうのかな。誤解がないように言うと、20代、30代でマウントを取ってくるやつは、多分対処できると思ったんです。なんか、自分と同世代だから、こう、グっていけるなと思ったんだけど、やっぱ自分よりも結構年上の人から、こう、マウントを取られると、結構ね、返せないんですよね。なんか、マウントの取り合いをしたいわけじゃないんで、いろんな、だし、年齢が高い人がマウントを取ってくる人ばっかりと思ってるわけでもないし、その辺は誤解のないようにちょっとこう、伝えたいところではあるんですけど。そういう意見も聞いたことがあります。こう、一回参加して、そういうこう、知識、見学的な雰囲気というか、知識が前面に出る雰囲気だと、やっぱり、いけなくなってしまうから。そういう人の発信とかツイートとかを見た人がまた、怖くなってしまう。そういうこう、悪循環もあるのかな。思いますね。そのマウントを取る人がみんなが悪気があるわけではなくて、この人もしてるっていうのをこうなんか楽しく話してるのがそうなってしまうっていうこともあるかなと思って。で、そうなんですよ。そういうなんか場がこうなんていうのかな、そのマウントを取ってくる人がばっかりでもないし、いたとしてもその読書会の中のほんと一部っていうか一人とかだけだったりするんで、まあたまたま俺は運が悪かったなと思っただけなんですけどその時は。なんかちょっと、まだ読書会初めてか2回目ぐらいの時だったんで、結構衝撃的な体験だったんですよ。自分に合わないと思った読書会に参加してしまったとしても、なんか諦めずに自分に合うところを探してもらいたいな、ちょっと思います。話です。じゃあちょっと話を、ここから、なんだろうな、一段階上げていくと、参加しやすい読書会ってなんだろうみたいな。参加しやすさってどういうことなんだろうな、みたいな。ちょっと話してみたいなと思うんですけど、これは、なんかありますなんか、読書会室。もう俺のテクニック的な話になっちゃうから、この、なんか、うん。それでもいいのかもしれないけど。まあでもさっきの話で、やっぱり身内感が、なんか出ているような読書会だったら、初めての人って絶対行きにくいと思いますね。うん、うん。なんか、で、それが、そうですね。なんか行ってから分かるとかじゃなくて、そう、なんか申し込みの段階で、ちょっとこの読書会は結構、ちょっとサークルなんじゃないかなって思われてしまうと、ちょっと、なんかハードルを感じ、自分だったら感じます。確かに。俺、それで言うとあれなんだよね。自分でいろいろ、ちょっとどうしよう、これなんか、大丈夫かな。なんかね、集合写真載ってる読書会結構苦手な、人の、なんか、はいはい、うん、うちの読書会全部自由紹介型の読書会で、うん、紹介された本を並べて撮って集合写真みたいな感じにしてるんだけど、結構たまに検索すると、なんでしょう、なんか人が出てる、読書会とかあって、結構ちょっとね、それは結構サークル感出るなって思ってて、みえさんの言うところの、ちょっと苦手かなと思ったり、まあでも全部が全部そうじゃないんだけど、なんかそのね、なんだろうな、写真、もうすごく原稿ができないんだけど、人が写ってる写真でも、なんか全然サークル感を感じない写真もある。読書会で。でも、なんかめちゃくちゃサークル感を感じる写真もある。これなんか全然原稿できないんだけど。まあ、醸し出す何かがある。そうなんだよね。うん。ポーズとか、うん、本で顔を隠してるが否かとか。うん、ああ、そうね。でもさ、顔隠してようが隠してまいが、なんか出るんだよ。隠しきれない。何なんだろうな。わかんないっす。違和感っていうのはちょっと自分も、課題ではないんですけど、違和感があまりにもなさすぎて、なんか常に発散化しかいないっていうのもちょっと、定着的にちょっとどうなのかなと思ってます。そうですよね。常連さんがいた方が、こう、タイプ役になってくれて、入りやすいっていうこともあって、なんか、常連さんの方が初心者の方に、まあ、帯を書くとかワークがあるので、ああ、なるほど、なるほど。難しかったりするんで、そういうのをすごい、教えてくださったりしてるのを見ると、ちょっと本当に、じんわり感動するというか、こういう、温かみは大事にしたいなーって思いつつ、でも、入りづらい雰囲気になってしまう感じもあるかもしれないです。あと気になるのは、なんか参加する人の、なんだろう、目的って、なんか人それぞれなのかなっていうのも、で、例えば、福川さんの読書会に参加される方っていうのは、なんかおすすめの本を紹介したいとか、まあ、もしくは、やっぱり本好きな人同士で喋るのが楽しいとか、なんか参加目的みたいなものって、ある程度あったりする。もうバラバラであったり。そうです。やはり本の話が、したいっていうのが目的であると思ってて、これはちょっと参加しやすいとはっていう問いにもつながるんですけど、二つ読書会に参加して楽しいことって二種類あると思ってて、一つは、なんか、いつもと違う自分になれる。もう一つは、いつも通りの自分を確認するというか、っていうのも大事かなっていう。テンションが変わりすぎないというか、本当に世間話みたいな感じでできる。こう、どっちかが大事だと思ってて、多分、それを求めてる、どっちを求めてるかによって、参加しやすい読書会っていう雰囲気、相性の雰囲気っていうのも変わってくると思うんですよね。なんか、前者の非日常というか、いつも違う自分になるっていうと、結構こう、紹介型だったら本に対してしっかりプレゼンをするとか、日頃こう思ってない、思ってるけど言えないことを、課題本の感想を通じて発信するとか、そういうのが前者で、後者は、世間話、雑談の中に本が入っている。っていうことが、こう、大事で、なんか、キャラを作らなくてもというか、自然体で、なんかこう、話ができるっていうのが大事かなと思う。自分が好きな読書会だと、本当に自己紹介もない。課題本もないし、なんか真ん中に各自が持ってきた本をドサーッとこう、並べて、自分の好きな時に、あ、そういえばこの本知らなかったとか、この本読んだことあるとか、こう、なんか、ざっくばらんに話す読書会っていうのもあるんですよ。話す順番とかもなく。そういうのも読書会って言えるものなので、なるほど。自分がどういう空気感がいいのかなっていうのを考えてみると、ちょっと目安になるかなと思います。今言った後者の考え方ってのは私にはほぼなかったですね。なんか、多分自分が読書会で設定し、多分じゃなくて明確に設定してるんですけど、設定してるのは、まあ、普段できない話をここで思いっきりしてくださいっていうことを最初に言ってるんです、毎回。本が好きな人とはなかなか、職場とかではもうなかなかで知り合えないかもしれないので、思いっきり今日は話したいことを話して帰ってくださいみたいな。普段できない話をしてくださいみたいな感じで設計してるので、結構その、いつも通りの自分を確認するっていう感覚はなんか新鮮でしたね。ああ、そう。その部分、まあ、その部分の自分だからこそ、まあ、他の人のことを、他の人の話を書く余裕もあるのかな。ああ、なるほど。なんか本の話をから何か脱線してもいい。ああ、なるほど。まあ、全然お酒飲んで脈絡のない話になっちゃってもいいし、でも、なんか潤滑油として本がある。ああ、すごいわかります。聞いていると、なんか決して読書会に参加したから、これを役割としてしないといけないとか、これを果たさないといけないとか、なんかそういうのはないってことですよね、参加者の人は。まあ、もしかするとね、めっちゃレベルの高い課題本の読書会とかやったらあるかもしれないですけど、でも多くの読書会はそんなことはなくて、もう本当に、好きに参加してもらって、で、あとはもう主催者の人ができるだけ、まあ、周りと楽しめるように、頑張ってサポートしてっていう。その、全く準備も必要ないし、何かこう、参加してもらうために何か用意することもない。まあ、課題文以外はないと思ってるんですけど、自己開示の部分は、多分、不安に思う人がいるんじゃないかなと思うので、ちょっと話しておきたいポイントで、やっぱり本の話を、自分の好きな本の話、特に、自由紹介型、課題もそうか、課題も通してそうなんですけど、こう、自己開示をせざるを得ない部分っていうのはあると思っていて、で、それがちょっと怖いって人もいるのかなって、個人的には思います。でも、おそらくね、読書会行きたいなって思ってる段階で、ちょっと自己開示したいって欲があるんじゃないかなと思っていて、で、まあ何が言いたいかっていうと、自己開示する必要が多少なりとも出てくるんですけど、そのレベルは、なんというか、コントロールできるもので、自分がしたい部分で止められるし、自分がしたいだけしちゃってもいいし、みたいな、ところが、読書会にはあって、で、おそらくな、まあ、ちょっとこれは多分自分の、読書会のやり方になっちゃうからなんだけど、まあ大体主催者側とか、慣れた人から話してもらうことが多いので、初めてが人が、いきなり初めましてで話すっていうパターンは、で、設計されてる読書会ってそうないと思うので、誰かの自己開示を受けて自分が自己開示をすることになると思うので、結構ね、その辺は空気がつかみやすいかなとは思います。意外と。っていうちょっとなんか、補足じゃないけど。私も手前味噌になるんですが、ブックフェアっていうのは、自分の主催者の名前が、公平と、公正で、私もフェアっていう、なるほど。それでブックフェアなんですけど。あ、そういうことだ。はい。まあでもやっぱり、その自己紹介で例えば仕事とか、学歴とか、どのくらい本読んでるとか、そういうことを聞くようなことはないし、なんかこう、もうフラットに話が、なるべくできればいいし、その人の読み方を大事にするような、ことは本当に心がけているし、自分が今まで参加した読書会の主催者さんも、そういうことは意識されていると思うので、ここは安心してほしいなと思います。いろいろなんか参加したい方は、多分一人は結構いると思うんですよ。参加した中に、また別の読書会の主催者さんとか。そこからまた、どんどん。面白いね。じゃあ今日はありがとうございました。ふっかーさんをお呼びして、この漫画編をお届けさせていただきました。まあ、次回予告をこれからしたいんですが、いつもゲスト来ていただくと、作品紹介まで出ていただいてるんですが、今回ちょっと急に参加していただいたので、なかなかちょっとその作品紹介も一緒にっていうのが、このフッカーさんとはできず、ちょっと残念なので、まあ、またどっかの機会でできたらありがたいと思うので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、で、ここから恒例の無茶ぶりで、もう恒例だから無茶ぶりでもなくなってるんだけど、まあ、参加してみて、ちょっと感想をフッカーさんからいただきたいなと思ってます。はい。前から、楽しく聞いていた、スタートメニューコータッチさんに、まさか、出ると思っていなかったので、未だに驚いているっていう感じで。なるほど、はい。はい。言ってるんですが、ちょっとメタ的な話なんですけど、はい。どんな風になっているのか、不安で、しばらくそんなに、そんなに不安感じてたんですか、収録から配信は2週間ありますからね、約。健康面が心配です。いや、大丈夫です。でも、本当に話しやすい雰囲気を作っていただいて、感謝しております。ありがとうございます。いえ。ありがとうございます。急なのに、ありがとうございました。じゃあ、次回告知で終わりたいと思います。次回はですね、オーシャン・ブオンの地上で僕らは束の間きらめくという本を紹介したいと思っています。新潮クレストブックスで、木原義彦さん役ですね。それでは番組の感想やリクエスト、またこのラジオを聞いて紹介された本を読みました、読み返しましたなどございましたら、ハッシュタグ空飛び猫たちをつけて教えていただけると大変嬉しいです。Twitter やインスタの DM や投稿などでもお待ちしておりますし、番組情報欄にメッセージフォームも載せておりますので、直接そちらからいただいても大丈夫です。この番組、積極的に拡散共有していただけると大変助かります。それではまた。ありがとうございました。ありがとうございました。